思った。なに、あー早さめっちゃ、なになになに、すごいのがかかった。この曲がり楽しいですね。皆さん、いつも釣りには見ていただきありがとうございます。今日はですね、天気の具合でですね、西伊豆でやってみようと思っています。久しぶりに来ました、小下田小飛島丸さんで鷹の島という磯に来ました。見ての通りものすごく静かです。今日はもうね、湖のような感じ。前回来た時は結構ね、ダブダブしてていい感じだったんですけども、しかも水温もまだまだ高いので、なかなかね、両肩を釣るっていうのも、グレを釣るっていうのも難しいかもしれないんですけども、今日はここでやってみたいと思います。さあ、今日のコマセはオキアミ3キロ2枚にG9 スペシャル1袋に、グレパン1袋、それと円筒深瀬スペシャル半分入れました。で、今日はね、このコマセでやってみたいと思います。新しい竿を初めて使うっていう時、本当にワクワクしますよね。竿をね、伸ばす時、なぜかこう慎重にこうピタッと伸ばしちゃいます。ということで、今日は竿は2024年新しいモデルのファイヤーブラッドグレ 1.5-53 ダイブマスターですね。リールは BBX テクニウムのファイヤーブラッド、ネッチ糸は2号、ハリスも2号、そしてアイスタイルべっぴんの 5B、 それからアイスタイルトレーサーの 5B、 これにバンダマをちょっと様子見ながら調整して足したり引いたりしながらやっていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃ静かです。本当にもう潮もね、動いてない感じですね。ほとんど止まってますね。本当はこういう水道とかが私は好きなんですけど、今日はここを狙う感じの潮が入っていないので、ちょっと今日は沖を攻めていこうかなと、まずはやってみたいと思います。シーズン真っ只中のハイシーズンでね、バリバリこれでね、釣りをしたいところなんですけども、まだね、暑いです、今日はとにかく。全然まだまだ夏です。水温も 26.456 とかそのぐらいかな。潮も動いてなく、海もめちゃくちゃ静か。難しいコンディションっていう感じです、見たところ。いや、その中でね、初めて使うファイヤーブラッド、威力をね、今日は発揮できるかわかんないんですけども、今回のそのファイヤーブラッドグレ2024年モデルは4種類が新しくできているんですけども、一本一本個性が違うんですよね、竿によって。でダイブマスターはですね、セパレートグリップっていうグリップになってます。このリールシートの下までこう両手で持って溜めて、ここまでね、ロッドの威力が発揮できるっていうね、とってもね、パワフルな釣りができる竿になってるんですよね。だからこうセパレートっていうね、グリップになってます。それでね、やってみたいと思います。結構ね、手前の方は少し浅くて急に深くなってくるっていう感じみたいなので、ちょっと深いところを狙っていこうかなと思います。あ、ほんとめっちゃ軽い、すごい。 1.5 に思えない軽さって聞いてはいたんですけれども、本当に軽い。これはね、女性でもかなり扱いやすいです。やっぱりね、潮は動いてないっぽいですね。さは残ってくる。よくもうちょっと深いところを狙っていこう。うわー、イスズミっぽいな。イスズミですね。
はあ、スズミですね。ちっちゃいけど、結構深いところにイスズミもいるんですね。かなり深かったです今。よいしょ。お、これはイスズミです。いや、イスズミか。だいぶなんかちょっといい感じに潮が流れてる感じも少しありますね。あんまり遠投しすぎるとめちゃくちゃ深いんですよ。なのであんまり遠投しすぎないところ、仕掛けが馴染んでから話を打つ。仕掛けが馴染む前は手前に打って鈴みを寄せておく。めっちゃ、なになになに、すごいのがかかった。なんだろう。いきなりバリバリバリって持ってった。なになになにこれ。強っ。なんだろう、めっちゃ走ってる。ためよ、ためよ。すごい勢いで走ってる。でも、ちょっと、大きいイスズミか違うかな。なんだろう。うわ、強っ。よっ。めちゃ腰で溜められる。気持ちいいですね。よいしょ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 。あ、やったー、砂ガツオ。めっちゃ嬉しい。すごい、めっちゃ引きましたね、今ね。バリバリバリってね、ラインめっちゃ持ってって。ああ、いい引きしてくれましたね。これは嬉しい一匹ですね。やった。砂、ここに点々があるのが砂ガツオですね。めっちゃ美味しいんですよね。タイムマスターめっちゃいい曲がりして、すごい楽しいです。やっぱね、両手で、支えても腰で溜めてもすごくやりやすいですね。いや、見てくださいこれ。めっちゃ湖です。本当に潮が動かない。だから完全に沈むようなセッティングにしてます。浮きはまだまだ秋磯シーズンで呼べるのかなってぐらい暑いんだけど、来た来た来た。あ、また来たかな。よいしょ。これは違う。これはまた違う種類が釣れました。またね、妻かなと思ったら、ワカシでしたね。いやー、青物、よく走りますね。結構ね、ここ水深があるんですよ。だいたい私が今狙ってるあたり、もうすぐそこなんですけど、ちょいと投げただけのあの辺でもね、15メーターぐらい水深。でそのちょっと先行くともう水深20メーターぐらいある結構深いところなんですよね。手前はね、なんかゴロータになってるって船長言ってましたけど、でそっからストーンって落ちてるっていう感じ。
た来た来た。おお。これなんか良さそう。なんだろう。南方系すごいカラフル、なんか南方系のやつですよね、これ。名前なんだろう、なんて言うんでしょう、正式名。ちょっと初めてこれも釣りました。今ちょっと Google 先生で聞いてみたら、ニセカンランハギっていう名前っぽいです。ちょっとグレッケは全然ないんですけどね、なんかもう何が釣れるかわからないですね。なんかいろんなのが釣れてきます。少しだけ私張り気味の方が流してる時の当たりがね伝わりやすいので好きだったりするんですけど、今日はかなりね、緩めで流していないと視覚がね、入っていかない。来た来た、またすごいのがかかるな、毎回。来ますね。なんだろうなんだろう、うわ、全然止まらない。よいしょ。おお、おお、引く引く、なに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 。めっちゃ楽しいけど、こっち向いてくれ。よいしょ。あ、また来た、もしかして、もしかしてこのキラキラはスマちゃん、スマちゃん来ましたよ、またやった。スマちゃん2匹ゲットです。やった、めっちゃ綺麗、キラキラ、超嬉しいな、これは。いや、綺麗ですね、色が本当に綺麗、このキラキラって感じ。結構深いところでかかりましたね。あ、めっちゃ跳ねてる。あ、なになに、ね、すごい団体様。これ何の団体様？すーごーい、結構大きい。これなになに、あ、うん、びっくり、大名行列素通り、何だったんだろう。またなんかペタッとしてきちゃいましたね。いやね、全然ラインが出ていかなくなった。ちょうど潮止まりですね。一旦休憩しようかなと思います。うわ、絶景ですね。今ね、ここの磯のね、一番高いところに来ました。いや、それにしても気持ちがいいな。ここはね、風が通るし、はい、生き返る。じゃん、めっちゃ美味しそうな手作り弁当だったので買ってみました。この絶景を見ながら
お弁当いただきます。いや最高ですね。釣りを楽しんで綺麗な景色を見ながらお弁当が食べれるってね、幸せ。釣りにゃん。さあ後半戦スタートしたいと思います。ちょっとどんな風に潮変わったでしょう。今日の戦略としては結構ね、コマセは定期的に切らさずに手前に巻いて上に浮いてくる餌取りを手前に寄せて、ちょっと沖でゆっくりゆっくり仕掛けを入れ込んでて釣るっていう感じの釣り方を心がけながらやってました。お、あーやば、うわー、なんか食っちゃった。お、また青物か。勝手に食い上がってきた。これがね、また引くんですよ。これ見てくださいよ、これ綺麗ないい曲がり、すごい。この曲がり楽しいですね。おー、めっちゃどこまで曲がるのってぐらい。おー、いい感じ。気持ちがいい、本当に。楽しすぎますね。さあ、してこう腰に当てて、またねフルにこうパワーをね、よいしょよいしょ、すごい勢いでね、食ってきますよね。いや、これはこれで本当に楽しい。これがね、ダイブマスター、操作性もめちゃくちゃいいし、ラインメンディングはめちゃくちゃしやすい。しかも、当たりが本当にわかりやすい。感度が最高にいいですね。あ、また来た。おぉ。勝手に当たってくるから。おぉ。よいしょ。よし、クマさんだ。また釣れましたよ、クマさん。クマガツオ。やった。早っ。うわぁ。おぉ。走りますね。よいしょ。みんな肩揃ってて、いいですね。いや、刃物も元気ですね。仕掛けが馴染む前にね、食ってきちゃいますね。竿もね、やっぱりね、めちゃくちゃ気持ちいい。使ってて。竿にね、任せられるっていうか、溜めてれば、なんか浮いてきてくれる感じ。で、自分で操作もできますし、これだとね、両手でこう、がっちりとこう、溜め込むことができるので、だから、すごくね、操作も、しやすいし、自分の、主導権でやり取りもできますし、すごくいい竿ですよね。やっぱりね、最高です。リールもね、めちゃくちゃ使いやすいし滑らか。やっぱりね、こうスッとブレーキいいですよね。最高。このね、やっぱセット、いや素晴らしい。フィット感最高なライフジャケットと、あとシューズとこのライフジャケットのボアシステムあることでね、フィット感が最高に良くって、これはね、やっぱ一日通して超快適です。で、今日はウェア着てませんけど、これウェアとライフジャケット、これ一体になる
ファスナー一体になるので飽きちゃった。来た。あっという間に、おお、おお、すごい強い。なになに、これまた砂じゃないのかな。これは何でしょう、砂かな。最初のツッコミすごかった。今でもすごい、めっちゃ突っ込む。おお、わあ、突っ込む突っ込む、やばいやばいやばい。よし、次に任せたら。あ、でもね、無理なやり取りはしたくないんですよ。無理なやり取りはしたくないんだけど、主導権も与えたくない。目に入った、もしかして。嘘。あ、入ってる。ちょっと出るまで待とう。何かな、違う魚。あ、来た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 、動いた。おお、上がってこい。いや、重たすぎるこれ。なに、上がってきてほしい。見たい姿、本当に絶対姿見たいって言って、なんかまたね、同じような魚だったらごめんなさいですけど。あ、また引っかかってるか。すぐ入っちゃうんだ。今動いたんだけどな。もうね、バラすの怖くて。なんかやっぱり、入ってるね多分。上がってこい、やめて。めっちゃ上がってきて、重い、ほんと。なになになに、よしよし、上がってこい。え？なに？え？あー、これか。よいしょ。あー、いやー、引いた。え、引き台引っ張り出したー。軽く50オーバーのグレの引きをね、するタマン。めっちゃいいファイト。ファイヤーブラッドは全然余裕でした。パワーをね、最大限に使えるやり取りができたんじゃないかなと思って、めちゃくちゃ嬉しいです。いやー、いい方、めちゃくちゃ引くし、楽しかったあ、来た来た来た、いきなり来た。あ、これは、小型だけどタマン。さっきと引きが全然違う。ちょっと小さいから。ほう、ちっちゃい赤旗。ちっちゃいけど赤旗。まあよくいろいろな魚種が。今日は釣れますね。いろんな魚に会えましたね。本当にあと一頭っていう感じです。あ、来た来た、うわ、来た。最後なんだろう。お、引く引く、また引きますね。いい感じに引きますね。うわ、すごい引きですよ。めっちゃ楽しい。青物系か。泳いでるから。おお。
そっち行く？そっち行きます？じゃあこっちで撮ろう。もうこっちは足元があんまりないので、上から。よし、上がってきた。よし、最後にスマちゃん来てくれた。よいしょ。じゃあ最後の一投で、もう今日一日楽しませてくれたスマガツオ釣れましたね。いいサイズのスマガツオ、すごい丸々してる。いや、今日一日楽しませてくれてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。いや、今日はですね、本当にね、すごく海が静かで、なぎだれなんじゃないかなって最初は思ってたんですけども、ファイヤーブラッドグレーダイブマスターの 1.553、 今日ねこれを使ってすごいいい引きのタマンとも勝負できましたし、スマガツオがねあんなにたくさん釣れると思わなくて、燃えるようなファイヤーブラッドのこのロゴの絵ようにですね、今日はね私は本当に燃え尽きるぐらい楽しませていただきました。ということで最後まで見ていただきありがとうございます。ではまた見てね。バイバーイ。さあ帰ろう。楽しかった。